お疲れ様です。ヒゲオジです。さあということで始まりましたヒゲオヤジの〇〇部屋でございますね。今回はもう平成最後の忘年会という形のスペシャルで、お送りさせていただきたいと思います。さあ、でこの〇〇部屋なんですけれども、まあ、普段はですね毎回さまざまなゲストの方をお招きしまして、〇〇な話であったり、〇〇な遊びであったりっていう、そんな感じでですねまったりと楽しんでいただく、そんな番組でございます。でちょっと見えますかね。もうすでに見えてると思いますけども、はい、こんな感じで今回はですねちょっと食べ物なんかもねご用意させていただいております。ピザだーとかありますけど、ちなみにこれさスタッフの分ってあんの？ないの？ないなら1個ぐらい持ってきなよ。いいよ、みんな食べよ。もう忘年会だから大丈夫、ね、ちゃんとあのスイッチャーさんとかミキサーさんにもちゃんと渡してね。はい、ね、食べながらやりましょう。長丁場でございますからね。はい、ということでコメントの方もありがとうございますね。はい、錦鯉さん、ヨシーさん、コモリンさんね、はい、ありがとうございます。まあこんな感じでコメントなんかも拾いつつまったりといければと思いますので、よろしくお願い申し上げます。ということでそろそろ皆さんいらっしゃいますかね。あ、来たみたいですね。どうぞどうぞお入りください。どうもーす。どうもどうも。じゃあ座って座って、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつでも座ってからでもいいですよ。じゃあ一人ずつじゃあ自己紹介していただきましょうか。じゃあ僕の隣のマックスさんからいきましょう。はい、言っちゃうんだ、マックスさんで。言うよ、それは。マックスです、どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。マックスさんでございます。そしてその他にいらっしゃるのが、はい、どうも鉛筆です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。鉛筆さんでございます。はじめまして。はい、よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。はじめましてではない。ここははじめましてじゃない。全然初めてですね。はい、もう何年、もう10年ぐらい一緒にいる。長いね。長いね。もう付き合いとしてはね。付き合いが長いね。その空気感作っちゃうと鉛筆さん入ってこれなくなっちゃうから。僕浮かないですからね。いや、鉛筆さん、はじめましてですよね。そうですね。あ、もうここもはじめましてなの。そう。はい。そうとは知らず。うんうん。もうこの場所すらはじめまして。そうなんですか。多分こうやって自分の動画とか YouTube ライブ以外で出ることってほとんどないですよね。そうですね。これがもう本当に初めて出たやつ。初めての公式みたいな。そうですね。あ、もうね、全然知らないね、スタッフに囲まれてね。こう緊張する。めっちゃ怖いです。羨ましい。俺もその緊張とかも忘れてしまった。あなた変わんないよそんなに。いやいや、僕だってね10年前緊張してました。そんな初めての時はそりゃそうですよ。あの新宿時代。そうですね。もうその時はもう緊張しましたよ、初めては。一番最初ってなんだろう。僕が一番初めて出たのは実はあのニコニコ の実況者の公式の初めてのイベントだったんですよ、僕が。実は僕が初めてなんですよ。そうか、あの頃、昔ってなんかやっぱりあのこれ、このそんな広げていいの今、まだ5分ぐらい。まあ3時間あるもんね、これね。あ、3時間あるね。なんか昔ってあんまりなんか公式番組って実況者ってやっぱグレーじゃないですか。ちょっとそう、あんまりゲームとか今って結構なんかもうやっていいですよってなったじゃないですか。任天堂さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。スマブラ楽しいよ、やってみよう。ありがとうございます。いや、昔はなんかやっぱやっちゃダメみたいなとこがあって、ね、それは鉛筆さんわかる？そのグレーの時代って。いや、あんまり知らないです、ね。そうなんですね。やっぱりこうなんかね、ちょっとゲーム実況者を触ること自体がちょっとタブーな時代があったんですよ。そんな辛辣な時代があった。そうなんですよ。辛辣な時代がそう、なかなかね、権利的にとかね。そう、権利的にやっぱ悪いことしてるんで、黙って権利者に黙って、ね、アップロードしてるっていう悪いところがあって、で最初の頃はまあそういうのがあって、うん、まあ、あんまりなんか公式番組とかなかったんですけど、うん、初めてね、あのドワンゴさんがあのぷよぷよの公式番組をやろうって。ぷよぷよなんだ、一番最初。はい、実は初めてがそうなんですよ。ああ、じゃあその時はもうこういうよくわからない大人に囲まれて。そうですね、もうなんかもう、うん、でもなんかもう声優さんとかもう結構その横もきつい、横も結構きつい感じの偉いさんとかがいっぱい並んで、中に一人ポツンと僕だけがいてみたいな。君はなんだねみたいな、なんだねみたいな、ぷよぷよ上手い人ですかみたいな、うんうん、まあ、感じで出てみたいな、うん、でしかも結構プレッシャーかけてくるんですよ、ドワンゴの野郎が。そうなの。すごかったですよ最初。粗相のないようにってこと。そう、あの初めての実況者の番組だから、うん、これが成功したら今後もこういう実況者の公式番組ができるかもしれない。うわ、お前にかかってるんだぞぐらい。これで全然ダメだったらもう今後実況者のという世界はないと思うぐらい。あ、プレッシャーかけられてきついわ。もう何も喋れないの、すいませんって。僕やるしかないって。あ、もうありがとうとごめんなさいしか言えないよ。ありがとうごめんなさいしか言えない。楽しいしか言えない。
げえな。それが10年ぐらい前。そうですね、もう7、8年ぐらい前ですかね。あ、そっか、それぐらいか。そのぐらい前ですね。でその後、まあなんか実況者って、うん、その時歌い手はなんかメジャーデビューするとか、はい、いろいろ道があったんですけど、うん、実況者は全然なかったんですよ、うんうんうん、なので僕と、まあ、ガッチマンさんが、うん、の2人がなんかあの一生懸命なんか他の人たちに道を作ろうみたいな感じで頑張ってこういろんなところの会社にアピールしたりもしたり昔はしてたんですけど、まあ、ヒゲさんもすごい頑張ってくれて、いやいや僕はもう現場仕切ってるだけなんで。でも結局でもヒゲさんのあのガジェツーさんもうこの話もやめましょうかね。まあまた後でちょっとね。そうね、うんうん、僕鉛筆さんのこと知りたい。 その話もしなきゃいけないと思ってたから、うんうん、はい、じゃあまず最初に簡単な質問いくよ、うんうん、鉛筆さん何飲む？飲み物ですか？飲み物とかもあるから全然、ね、今あるのがね、お茶と麦茶と茶色しかないね。うん、うん、麦茶とね、ゴゴティー。あー、ただ、あんま飲めないかな、もしかして。いや大丈夫、ストローとかあれば大丈夫。あ、そうですね、大丈夫。じゃあ麦茶。麦茶、はい。全くね、遠慮しなくていいんだよ。いいんだよ。もうぶっちゃけ、どうぞ。あ、マックスさんは、うん、何がいい？麦茶とゴゴティー。あ、その二択なんですね。二択。あとね、一応俺の口つけたポップンメロンってのもあるけど。うん、じゃあ、うん、お茶かな。お茶だよね。うん、ありがとうございます。はいはいはい、じゃあ俺も麦茶にしよう。いやいやいや、まだ緊張してる？いやもう本当に、うん、こうカメラに映されてるのがもう、うん、僕にとっても圧でしかない。それがもう圧です。普段のスタイルとしては、うんうん、顔出し的なものはもう本当にしないですね。したとしてもだからこう、うん、動画に撮るぐらいなんで、うんうん、こう生放送でこういう風に生で、うんうん、はしたことない。そうですね、映されるってことが、人に映されるってことがないんで、うん、まあ、動画だとね、編集できるもんね。そうですね、もう自分のいいとこだけ見せるだけなんで、あとは、うんうん、でもね、さっきもね、ツンツンと書いてあったから、うん、ツンツンって呼ばれてるの、うん、ツンツンと呼ばれてない？なんか、なんか名前が書いてあったけど、ちょっとコメント、ピッツンとか、ピッツン、うん、そうですね、ピッツンとか、ピッツーとかって呼ばれてたりとかしてて、おー、そうですね、結構いろんなニックネームあったりとか。あそこでコメント見えるんですね。あそこで見れるので、はい、ピッツンが頑張ってるって、ほら馴染みの方の方はそうですね、よく生放送に来てありがとうございます。嬉しいね、そういうのね、ファンがいるって素晴らしいですね。ね、なんで、あの、ほんと長丁場なんで、うん、全然途中でちょっと席外したりとか、まあ、いわゆるお花を摘むってやつかな、うんうん、それというとお手洗いね、うん、はい、だったりとか、まあ、全然ここにあるもの食べていただいても構わないですし、うん、はい、あの、適宜休憩は全然取ってくださいね、はい、はい、じゃあ最悪寝ます。最悪寝よ。最悪残り1時間寝配信とかでいいんだけど、それは大丈夫大丈夫大丈夫、変なところに需要あるかもしれない。そうそうそう、それぐらい緩い番組なんで、うん、はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ、じゃあ行きましょうか、最初のコーナー、はい、はい、ということでございまして、最初のコーナーこちら、まるまるトーク前編。はい、でこのコーナーなんですけども、テーマに沿ってですね、お話をしていきたいと思っております。最初の、最初ってなんだよね、最初の、はい、テーマなんですけども、こちらでございます。ポチッとな。はい、ということで、〇〇がすごい、〇〇がすごい、はい、これはですね、まずはお二人、今ちょっと軽くで触れましたけれども、はい、お二人がどんな方か、まあ、このね、チャンネルにで初めて見る方もいると思うので、軽くあのうちの方でまとめさせていただきました。はい、なんで何か違う部分があったら違うよとか言っていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。やった、ありがとうございます。はい、さあ、じゃあ行きましょう、うん、最初はこちら、ポチッとな。はい、ということで、マックスさんの〇〇がすごいということで、リサーチを勝手にさせていただきまして、はい、はい、まとめてみました。ということで、はい、もう最初からなんか失礼かな、これ大丈夫か、鬼畜な環境を楽しむゲーム実況者と。そうですね、はい、はい、いうことでございますけれども、昨日もやってましたよね、アイワナ。あれ、昨日じゃないか。昨日はやってないですね、あの、昨日はスマブラやってました。やっぱスペシャルが出ちゃったんでね。出ちゃったからね。やってる、やってる。あ、やってます、ついさっきもやってました。え、はい、フレンドしよう。あ、ね、フレンドになって、あとで、俺持ってくれよかった。いや、あとで個人的に繋がっておきます。あ、もう全然仲良くなってほしいし、はいはい、そう、ということで、まあ、僕のイメージでもそうなんですけど、マックスさんってこの鬼畜なゲームを楽しむっていう、うん、で一番、まあ、そうですね、そのニコニコの時の話になっちゃいますけど、いわゆるアイワナビーザガイっていう、うん、ゲームですね。もう即死するゲーム、うん、死にまくるゲームですね、まあ、あれ本当にクリアするまで
心折れることなくやり続けた。そうですね、うん、なんだろう、 M なのやっぱり。そうですね、M ですね。 M ですね。ただなんか精神的な M って感じです、どっちかっていうと。ほう。なんかたまに、そうだね、たまに M を勘違いしてる人がいるんですよ。ああ確かに確かに、痛ければいいんだろうみたいな、はいはいはい、急になんかこうリスナーさんとかでも実際に会った時に急に叩く人とかいるんですよ、うん、初対面で、初対面で。それは良くないね。なんかそれは違うからね先に言っとくけど違います。 M でも痛いのは嫌ですから。そういうの NG な、うん、そう、はい、NG っていうか、はい、普通に考えて痛いのがいいなら、うん、ずっと自分で叩いてますよ、笑顔から。そうね、ペチペチと。まあまあまあ、たまにね、はいはい、お尻叩くぐらいはしますよ自分で。あ、そうなの、うん、なんでそれ気持ちいいから、うん、あ、やっぱりこの人。あ、でも叩くって、あのね、分かってないな、みんな。ちょっと叩くって難しいんすよ、気持ちよく。気持ちよく叩く、お前ちょっと興味深いから掘り下げていい大丈夫、ついてこれてる、大丈夫。いや、ごめんね。大丈夫、いや、この生放送で大丈夫なのかなって言うかな。あのキャラクター的に汚れたりするの大丈夫。大丈夫です。まあ、軽く軽くなら大丈夫。あ、なるほど。じゃあ巻き込まないようにね。じゃあ巻き込まない、ここは関係ない、関係ここだけの感じの、あの理解はこっちにしてくれれば、はい、入れないで、赤子の世界に。なんか叩くってもうバーンって痛く叩くのと気持ちよく叩く方法があるんですよ。え、叩くってこれしかないじゃん、ずっと。あと例えばなんかこう、うん、同じ箇所をゆっくりこう何回もこう叩くと、うん、叩いた後に離すとじわーってあったかくならないですか。あ、はいはいはい、痛くないようにね。そう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 、はい、痛くない程度で何回もずっと叩いてると離した時にじわーってなるんですよ。うんうんうん、それがいいんですよめっちゃマニアックじゃないですか大丈夫か、18時大丈夫か、まだで手とかだとあんま感じないんですけど、うん、お尻だとすげえわかるんですよ。なるほど、ね、でお尻をすげえパン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 って叩いた後にじわーって温かくなってる時、やめた後にじわーって温かくなってる時に少し慣れるんです。あ、ちょっと分かってきたわじわーわかるわーみたいな、わかる、わかる、痛くないんだ、痛く叩いちゃダメなんだよ。そう、痛く叩いちゃダメなんですよ。気持ちいい叩き方っていうのがある。生々しいんだよなって、ね、はい、深夜のノリ、ね、はい、まだ早い、はい、まだ夕方、靴を汚さないでとかありましたけど、はいはい、すいませんでした。すいません、いやいやいや、本当に申し訳ございません。まあまあ、でも実際には物理的な、はい、痛いのは嫌い。まあそうですね、まあそうですね、まあそれが好きならなんかね、引かれにでも行きますよ、車に。まあそうね、究極的にはそうなるよね。究極的には、うん、昔なんかそんなやついたな、幸せウサギみたいなああ幸せただじゃなくて、はい、鬼畜、ね、精神的なものは楽しい、うん、そうですね、やっぱまあ、分かりやすく言うとなんか壁ドンとかに近いかもしれないですね。ごめん、分かんなくなった。ええ、なんか女性とか壁ドンが好きみたいなの、うん、流行ったじゃないですか。ありましたね、うん、あれもなんか痛いとかじゃなくて、こう追い込まれてる、その精神的にこうなものじゃないですか。あ、今マックスさんは女性側の意識として話してるわけね、まあ、女性的っていうか、まあそういう、はい、だから精神的な M だよっていう話です、はい、なんかこう、あ、今、あ、やられてるみたいな。だから女性の目線だ。そうね、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 女性ね。それで、うん、そういう風に追い込まれてるけど、うん、クリアしたら気持ちいいってこと？そう、そうです、そうです、そうです、うん、なんかもうしんどければしんどいほどクリアした時の達成感とかもやっぱあるじゃないですか。あ、うん、なるほどね。エンフィスはそういうなんか苦戦したことってゲーム的にあります？ゲームで苦戦したこと、あと死にゲーとかって。あ、死にゲー、死にゲーはあんまり僕はもうイライラしちゃうんでやんないんですけど、ただ、うんうんうん、最近ので言うならフォートナイトってわかります、ね、はいはい、あれってめちゃめちゃ強い人ってたくさんいるじゃないですか、うんうんうん、あれをもうつけどんどんしながらやったりとかしたりとか、あ、でも悔しい、やっぱ悔しいってなるんだけどやめないんだ。そうですね、やめられないですね、もう楽しくて、もう本当に。そうなんね、あれはやったことある？ゲッティングオーバーイトだけ、通称ツボ。 あれもやったことあります。あれは、うん、ある程度行ったとこで、うんうん、なんか どこだったかな、うん、なんかどっかで一気に最初まで落ちるところがあるんですよ。はいはい、結構何箇所もありますね。そうですね、うん、まあ、でその結構上まで登った時に、うん、それに
まあ落ちちゃって、あ、うんうん、はいはい、もうまあ視聴者さん的には一番美味しい瞬間だよね。そうですね、美味しい瞬間なんですけど、うん、僕的にはもう僕の心はもうズタボロなピキってなってるんで、なるほど、もうあもう無理無理っつってバンって消してやめましたね。じゃあどっちかというと S だ。S だ、S どうだろう。そんな真剣に悩まないってことごめんね、なんかね、ごめんね、適当に喋ってるだけだから僕ら、ね、本当。ごめんね。あらあら、あ、そう。え、じゃあマックスさんは同じような状態あるじゃないですか。やっぱり何度、はいはい、やっぱり、うん、やっても失敗したりとか、うんうん、予期せぬスタート地点まで戻されるみたいな。まあそうですね。その瞬間に心がポキンっていかないんですか。いかないですね。タフだ。タフですね。どんな気持ちになるの、そのスタート地点に戻りました、ポキリ、あー面白いねっていう。鍛えてんだよな、やっぱな。なんか、あ、もうなんか、壺とかやってた時に落ちたら、うん、あーって言うけど、まあ実際悲しいんですけど、うんうん、放送的に盛り上がるじゃないですか、やっぱ。あー、うんうんうん。やっぱ、いいんじゃないですか、盛り上がったら。喜んでる人がいるぞと。うんうん、あー、なるほどね。僕の不幸で喜んでくれれば。そういう、大人だな。うちのリスナーはね、みんななんかこう、うん、僕の不幸で喜ぶんです。言い方ね。そうじゃん、いや、まあ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 、うん、きっとで本気で悲しんでたら多分乗ってくれると思うんだけど、たまにでも喜ぶんですけど、僕がやりすぎるとマジで怒るんですよ、リスナーさん。うん、心配してくれるというか、あ、もう長時間プレイとかそういうこと。初めは思ってやれやれみたいな、もっときつくなれみたいな感じなんですけど、やりすぎるとどんどん声がこう心配の声に変わっていく。なんか例えばですね、あのモルガスコーピオンっていう、モルガスコーピオン、普通の唐辛子とかの何千倍も辛い、世界一辛いって言われてる唐辛子があるんですけど、あのそれを粉末があるんですね、その粉末をあの耳かきのなんかこうやつでこうちょっと入れるだけでも、な鍋が激辛になるみたいなぐらい辛いんですけど、それをスプーンいっぱいこう持ってパクってたんですよ、はい、そしたらあの辛すぎてあのブッてなったんですよ、でそこまではいいんですけど、ブッてなるときに俺ブッて見せちゃダメだと思って手をこうやったんですよ、そしたらブッてやったのが跳ね返って粉末だから俺の顔にブワーってなってめっちゃいっぱい目とかに入っちゃったんですよ。危な、ダメでしょ。そうなんですよ、で失明するってなって、うん、それでなんか、ま、マジでやめろみたいな感じ。あそれは確かに心配になるわ。急に心配の声にガラッて変わるって、お前もう二度とやんなよみたいな。そうね、そうね、そのなんか取り返しの効かない、ね、そうそうですね、やつはさすがにやりすぎやりすぎ、もう、うん、あなたやっぱ身体的にも M な気がしてきてるやっぱり。そうかもしれないですね。あ、ピザ食べないと冷めちゃうよ。あ、食べて食べて、うん、食べて、まあ、もしよかったら、まあ、最初じゃあちょっと取りますか。これ多分でもあれですよね、僕らが食べないと食べにくいんじゃないですか。それはね、初めてって言ってるしね。わかるわかる、だからもう先に取っちゃいましょう。そうですね、はい、うん、いきます。じゃあ、はいはい、じゃあ、 ありがとうございます。なんか適当に、なんかダメな食べ物とかある？ない。ない。じゃあありがとうございます、はいはいはい、僕はね、うん、鉛筆さんの話がいっぱい聞きたいな。大丈夫、この後あるから。本当に、うん、まずは、あ、うん、こんな風に喋ればいいんだなっていうきっと流れなんでしょう、これはきっと。そうですね、そうですね、はい、じゃあ続いてちょっといきましょう。で、さらにはですね、うん、あ、そうですね、 YouTube の方だとあんまり馴染みないかもしれないですけど、ニコニコの場合生放送っていう言い方をするので、生主っていう言い方をするんですけども、ね、うん、まあ、生主、歌ってみた、踊ってみた、で、漫画の原作とか声優活動なんかも。そうですね、結構多岐にわたってる。そうですね、一応声優事務所に入っていて、うんうん、一応声優やってましたね。今はもう全くやってないですけど、うんうん、で漫画の原作は、うん、今連載中の電撃大王っていう雑誌があるんですけど、有名じゃない、はい、うん、超有名な雑誌なんですけど、そこで今も連載してまして、はい、この間ですね、あの一巻が発売されました。おめでとうございます。ありがとうございます、ございます。めっちゃすげえ。どんなタイトルなの？ね、うん、大丈夫、言える？あ、全然いいですよ。世界一難しいギャルゲっていう。あ、あれ昔そんなゲーム作ってなかった？あ、そうです、そうです。もともと僕ゲームクリエイターでゲームも作るんですけど、うんうんうん、ゲームを作っていたら、うん、それが人気出ちゃって、うんうん、あれ面白かった、コミックにしないかってお声がかかりまして、角川さんから、はい、で、じゃあコミックス、まあ、しましょうみたいな、へ、コミカライズしましょうみたいなことになって今連載して、
あ、本当だ。作家、これは何て読むんだろう、墨咲ゆずなさん、はいはいはい、先生で原作マックス。はい、僕が。へー、すげー。ちゃんとマックスっていう名前で。すごい。やっております。あ、本当だ。これは、あ、お試しもありなのかな。はい、一応そうですね。今第7話。7話、8話ぐらいですね、今。へー。あ、かわいい。絵柄かわいいし。そうですね、どんどんエロくなってきてるんですけど。なんか今パンツ見えたよ。そうですね、僕、最初あんまエロくなかったんですよ。うんうん。エロくしろよって僕が原作者だね。そう、まあしょうがない、原作者がねそう言うんだったら見せろよ。おう、これいいの、大丈夫なのこれ。ああ、もうもっともっとやれって感じです。もっともっとやってほしいですね。消しからもっとやれと。消しからもっとやれ。ああここまでだったわ、はい、うわー、ちょっと皆さん要チェックでございますよ。はい、いろいろ大人ですね。ねえ、でも大人だねこれね。あら、大丈夫。え、あ、でも全然そんなにエロくもないんで、まあまあ、今のところはね。一応全年齢対象ですね。そうですね、はい。精神してたら笑うけどね。それはさすがの僕でもイメージがある。そうそうそう。角川どうしたって思うから。R18 の漫画の原作はさすがにちょっと、ね、ちょっとハードル高そうですね。ちょっと名前変えます。そうだね。世界一難しいギャルゲーハートを掴んで世界征服と、はい、はい、いうことなので、ぜひ、はい、よろしくお願いします。後で調べて、調べておきます。 ありがとうございます。ぜひぜひ、ね、ありがとうございます。それで、すごい。で2008年、はい、そうなんです、10周年なんですよね。そうなんですよ、2日前ちょうど、ね、おめでとうございます。満10年になりました。ありがとうございます。がニコニコ動画で活動、はい、で YouTube の初投稿は2014年、はい、うん、まあ投稿してまあ、なんだろう、あの、あるあるですけど、ちょっとお休み。そうですね、1ヶ月ぐらい微妙にまあ動画を上げて、うん、すぐやめたで、つい最近、うん、1ヶ月前ぐらいに、うん、ちょっと YouTube やろうかな。あ、まあもうニコニコダメだしと。こらこら。そんなことは言ってないよ俺はね。俺は言ってないからね。うん、僕は言いました。まずいですよ。もうニコニコダメだなと。言い切るな。うん、まあ本当は別にダメとか思ってないんですけど、うんうん、でも僕結構みんなねニコニコの人たち結構 YouTube 行っちゃったじゃないですか。行きましたね。行っちゃいましたけど、僕結構ニコニコに残った方だと思いますよ。いや、そうだと思うよ。結構残ってたよ。うん、今でもまだたまにやるし。ニコニコ生放送。でね、ニコニコの、ね、チャンネルの番組とかも出てますしね、授業とかね。そうですね、うんうん、だからそういう意味で言えば、まあまあこういうのもありましたけれどもと、うん、で最近だと、まあ、メイプルストーリー、ね、そうなんですよ、この間ね、あのひげおやじさんが、はい、こちらで、この同じスタジオで、ね、やらせてもらいましたけれども、はいはい、やらせていただいて、そこでまあ面白かったので、最近はメイプルストーリー毎日のように、うん、遊んでます、毎日のようにっていうか毎日遊んでます。ありがとうございます、はい、ね、またでもそれね、また引き続きちょっとやってもらいたいなと思ってるんで、はい、あ、まあ、ぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、お願いします、うん、で、あとはおいっ子さんとの長時間。そうなんですよ、もうリアルおいっ子がいて、うん、姉の子供なんですけど、はいはい、と、まあなんか一緒に放送したりとか、たまにしてます。大丈夫なの、お子さん的には嫌がったりとか難かったりしない？ああ、でもお子さんって言ってももう二十歳なんです。ああそうなんだ、ごめんごめん、はい、もう結構でかい、もうおいっ子っていうか、もう、まあでもでも可愛いおいっ子なんでしょ。そうですね、可愛らしいですよ、うん、おお、そういうのもあるから、はい、ぜひね合わせてマックさんのチャンネル見ていただければと思っている次第でございます。さあ続いていきましょうか、うん、でもなんか食べてほしいんだよね、ピザね。ピザ食べれないんじゃないの、それ大丈夫。いや、そんな、あ、いや、マスク的ない。そうそうそう。いや、あの、こうやって食べるんで。あー、なるほど。じゃあ、ちょっと一口ぐらいはでも食べましょうか。そうですね。乾杯的な感じで、じゃあ、皆さん。はい。じゃあ、お疲れ様です。お疲れ様です。乾杯。乾杯。これどうやって食べよう。おいしい、やった。全然画面外に。もしくは、今、俺にカメラ向けて、スイッチャーさん。うまい、今だ鉛筆さん今だ、うん、食べた食べました。あー、オッケーです、ありがとうございます。はい、あ、めっちゃ美味しい。うまい、うん、全部食べていいですか。食べて全然いいよ。さあ、じゃあ、うん、おさあ、ということでなんかまたどなたかいらっしゃったみたいなんで、どうぞお入りください。こんばんは、テレビ局の集金です。帰れお帰りください。テレビありますね、ちょっとテレビありますけど、これはそこの国営放送だけが映らないテレビなんです。はい、あ、お邪魔します。はい、川田さんでございますね。改めて自己紹介を。はい、あ、座っていいですか。はい、座ってください。あ、どうも遅れまして参上いたしました、ゲーム実況者の川田と申します。よろしくお願いします。お願いします。川田
加田さんでございます。はい、いや、いくら払えばいいんですか。そうですね。まあ今日はなんか現物支給でいいかなと思って。なんか俺は来る前からもうすでに乾杯をしてたようで。ちょっと早かった、ね、ちょっと早かった。なんか飲みます。お茶とこう、はい、今ゴゴティーならありますけど。あ、じゃあおティーで。おティーで。あ、どっち。どっちも。そちらで。はい。よいしょよいしょ。あ、コメント欄もパチパチありがとうございます。よし、ありがとうございます。よいしょ。どんな感じでした？もうだいぶ盛り上がってるみたいでしたけど、今はね、ちょっとマックスさんが何者かっていう話を、うん、そうですね、伺っていたんで、加田さんいなくて大丈夫。あ、なるほど、知ってるから。はい、あ、ありがとうございます。次は鉛筆さんの、そうそう、鉛筆さんの話を、まあ、でもちょっといっぱい聞きたい。行きましょう、乾杯しましょうか、改めて、うん、改めて、はいはい、じゃあじゃあ今年もありがとうございました。ありがとうございます。来年もよろしくお願いします。忘年会だからね、一応ね。僕はこれからよろしくお願いしますなんですよ。うん、うん、これからもちろんですよ。よろしくお願いします。とりあえずスマブラ仲間に、あの、友達になって。そうですね。うん、さあさあ、じゃあじゃあそんなこんなで、あ、はじめまして、川田と申します。あ、よろしくお願いします、鉛筆です。そこもはじめまして。そう、川田と申します。あ、もう、うん、あ、薄い。まあそうなるわな。こいつ何言うてんねんって感じ。まあまあ、じゃあ改めて、じゃあ鉛筆さんの話もいきたいと思いますので、いきましょうか。スライド出せるでしょうか。ポチッとな。うん、はい、鉛筆さんの〇〇。